前のどうものでございますこの度の動画はですね皆様にどうしてもお礼が言いたくてこうやってわざわざの機会を設けさせていただきましたえー、コロナ禍真っ只中にですねえー、YouTube 岩本勉チャンネルを始、えー、めましてでそこからよちよち歩きでしたけども 野球ファンの方々に野球のあるある、北海道日本ハムファイターズのあるあるを、いろんなコメントを、ほぼほぼ一人の、えー、動画配信、えー、動画、えー、作りで、えー、そしてスタッフのね、えー、手厚い編集によって、皆さんが見やすい、聞きやすい、それに編集し直してもらい、数年にわたりずっと届けさせていきました。登録者数が10万人を超えました。本当にありがとうございます。感謝申し上げます。 皆さんご存知の通り、野球解説者 YouTuber だけではなく、YouTuber たちは、まずの目標は登録者10万人。ええ、そこではね、まあ、Google、YouTube から、あのー、銀の盾が送られてきて、あなたは有料な YouTuber ですよ、というような記念盾が送られてくる嬉しいわ。うーん。あのー、私が携わっている YouTube の事務所ね、プレイフルという会社なんですけどもね、そこには高木豊さんがいて、片岡厚志さんがいて、ほんで、 札崎友也さんがいてみんなメガユーチューバーですよ、まあ、片岡さんは今ユニフォーム着られてますけども、えー、私その後追いかけながら、まあ、特にねアシスタントもつけずに一人でね自分の思ったことを言語化してお届けするその日常は続いてたんですが皆さんの理解をいただきやっと10万人と片岡さんにも連絡させてもらいましたよ片岡さんおかげさまで、えー、10万人突破通るができましたおめでとう遅いじゃないかーい ですよね片岡さんとの,あのコラボ動画でなんかあの僕が始めた時に1 10年以内に10万人突破しますそれができなかったらもうふぐ料理ごとさせてもらいますなんていう約束したんだけども、うん、多分片岡さん忘れてると思う、うん、そのままコーチになられたしどこかでまた食事ご一緒させてもらって感謝の弁を述べたいと思いますね一応連絡はしましたけどね高木豊さんもおめでとうって言ってもらいました。 うん、そして、なんと言ってもね、あのー、編集に携わってくれているスタッフの皆さんですよ。うん、僕も試合終わってからね、もうこれってあのー、YouTuber、あの、解説 YouTuber ってスピードが命なんですよ。いかにその、動画を作れる場所を見つけて、で、ね、それをファイルとしてスタッフに送って編集してもらい、えー、それを一つの作品としてね、えー、アップロードするのか、投稿するのかということなんですけども、本当にあの、編集を、えー、頑張ってくれたスタッフ系。 うん、スタッフを、うん、ほんで、スタッフもう一人のイもいるんですよ。うん、沖縄に行ったイもいて、そうやってね、僕は本当スタッフの方々にも熱く御礼申し上げます。ありがとうございました。嬉しかった。ね、スタッフイはね、 あの、掛け合いの中で、よく、こういうは皆さんの前に出てきますけども、アドバイスももらいましたよ。僕より若い人たちが編集してくれてるんですけども、岩本さん、こういう発言した方が皆さん待ってる。岩本さんの口から出るこういう発言、こういう野球感覚っていうのを待たれてるんじゃないですかとか、ようアドバイスもらってね、それを参考にさせていただき、え、あのー、本当に動画投稿にね、 あの動画を作ってそしてファイリングして、えー、それを送って編集してもらってというそのずっと一連が続いてたわけなんですよでプレイフルの社長方々、えー、会社の方々も本当にありがとうございましたうん私なんかアシスタントおいてワーワーってわわ言うてた時あったけども一人喋りで10万人誇りです皆様のおかげで誇りですそしてこれを見てもらってる方こそが僕の一番誉れに思う方々なんですありがとうございます 引き続き岩本、わーワー言いますよ。うるさい時にはクレームもらってもいいでしょう。あんまり変わらんかもしれんけども。うん。でも野球を愛し、北海道日本ハムファイターズを愛している岩本は、これからも歩みを緩めることなく、強めながら皆さんの期待に応えたいと思っております。まず思って、えー、感謝の面を述べさせていただきました。本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。毎度お気に。